夕日は人を感傷的な気持ちにさせますよね。はい、ということで、わけのわからないことを言いながら、ヴィセラクリーンアップデートる実況続きプレイしていきます。前回は、会議室をかなり綺麗にして、というかめちゃくちゃ綺麗にした後に、こちら地上に出てきて、このデスレイバンカーと呼ばれる建物のキーコードを解読して、ドアを開けたところで終わっていたと思います。キーコードは28335379678みたいな感じです。これはカドルズワースになっています。デスレイバンカーのキーコードをカドルズワースに変えたよっていう風なメモを見つけたので、その通りに、入力したって感じですね。まあ、かなり分かりにくい感じもしましたけれども、なんか奇跡的に開きました。はい。ということで、今回はですね、このデスレイバンカー、まあ、地上、これまだね、綺麗にできてないところもたくさんあるんですけれども、もう地上のね、ところを、綺麗にしていこうかなと思います。で、ちょっとコメントとかでもいろいろあったんですけれども、こうやって持ってるものはね、こう、ドラッグ、左クリックを失敗してぐるぐる回転させることで、ぐるぐる回すことで、まあ、物を回転できるというような操作があるようです。これって、前から僕知ってました？ 知ってたかもしれない。もう完全に忘れてたわけですね。はい。で、あと、ですね、この地上にもあったんですけど、こういう木箱は、このね、これかな？このオレンジ色の線のとこに、持っていくと、なんかポイントがね、少し加算されるらしいです。でも、今更ね、ここに並べ始めるのもどうかなって思うんで、基本的にはね、全部綺麗にしていこうかなって思います。はい。それでは早速、今日の本題、地上プラスこのデスレイバンカー、中を見ていきたいと思います。まあここも結構散らばってますよね。人が、どれぐらい広いのかな？あ、でも言うほど広くないか。こっち、死体が1。で、奥は、これまた開くのかな？よっ。開かないですね。なるほど。なんかここの先は綺麗だし、特に何もなさそうな感じで。だからなんかラボとか、あとカエル男、フロッグマンのトレーニングルームみたいなこと書いてあるな。まあ、とにかくいろんな動物と人間組み合わせたっぽい研究が。あー、ルシファーコーポレーション。会社の名前が判明しました。どうでもいいですけど。うわー、ライトアップされてる。イルミネーションみたいに。今のちょっと適当言いましたけど。ほうほうほう。で、まあ、箱がいろいろあって、まあ、これもな、結局あの枠線のとこに持っていくって言っても結構大変だよな。だからこれ、跳ねずに、これ、しっかり跳ねずに、跳ねないように持っていくようにできるかも。その、さっき言った、左クリックで回転させる技を学んでいれば、よく後ろ向きでちゃんと表まで出てこれたな。はい、ありがとうございます。で、まあ、これで終わりか。あ、なんだ？デスレイ、死の光線。レイってのはね、光線のことですね。ん？これ何？あ、エレベーターか。これって間にいたらどうなんの？これ。ぐちゃーってなって死体が1個増えるっていうのが一番濃厚な線だから、ちょっと今はやめとこう。あ、これ上もあるのか。どうしよう、上めっちゃ広かったら。あ、でも、あ、まあ死体があって。あー、待って、広いんじゃないこれ。あ、これはロック。これも開かない。で、死体。結構派手にやって、うわ、結構派手にやってるぞこれ。ここ開く。これデスレイ発生装置？ これ何を狙ってんの一体？月でも壊す気だったのか？うわぁ、いや、ちょっと待って。いやいや、違う違う違う。そんな設備の話してる場合じゃないな、これ。え、広い。ここってビーコン使える？ここ。これ、ギリ行けたりするんじゃない？空見えてるし。じゃないと、え、
じゃないとこれ、面倒さが面倒くささや、あれこれもしかしてハデス、ハデス室長の緊急脱出装置の上か、もしかして隠し部屋のところにあった、その可能性あり。ちょうどまし、え、いや違うな、位置的に違うか、いやわかんないな、そうなのかもしれない。でこっち、うわあ死んでるな、結構一番下多いぐらい死んでるわ、ここ。あ、これ紙だ、何々、何々って言ってもあんまりあれだけど、ですね、これはね、ドクターメッツって人が作ったデスレイと呼ばれる装置みたいですね。で、なんかサメのね、ビームもレーザーもこの人が作ったっぽいんですけれども、まあ自分の一番の最高傑作はこのデスレイだっていう風に言っています。なので、まあこれがなんていうか、もう最先端の、まあ、セオリーを、まあ、実践させて作ったレーザー界の王子みたいな風に書いてありますね。ちょっと王子は意訳しました。これ何すんの、うわ本当になんか、え、何か破壊しようとしてる、惑星的なものを。こんなにでかくないけどな、地球だとしてまあモデルですよね、簡易的なモデル、分かりやすいように作ったモデルかな。こんなにはでかくないけど、え、これ押していいのかな。え、これって一応ターゲットが設定されてるっぽいけど、押してみる？はい、チャージしてるってさ。え、なんかすごい音してるけど、わわわ、あ、あの光線と同じの出てる。え、どうなってんのそれ、向こう。あ、なんかが破裂してる。何もなかったけど、そこには何かが破裂しました。目標破壊って書いてますね。綺麗だけど、今リチャージしてますってさ。もう一回その電力みたいなものを貯めてんのかな。なるほど、うん。え、終わり？終わりかな？なんか終わったっぽいです。おそらくデスレイバンカーの最大の見せ場であったであろうものは一応終わりました。デスレイバンカー、デスレイというものを体験しましたね。なるほど。そういうことですか。わかりました。じゃあ早速もう掃除に取り掛かろうかな。いや、待ってよ。掃除に取り掛かる前に、なんか充電結構長そうだな。ビーコン持ってきたいな。まずビーコンがいけるかどうかで、ちょっと僕のメンタルが、メンタルのね、メンタルの状況が変わってくるというか、この掃除へのモチベーションというか使えなかったらかなりやばい。あ、月、あ、やっぱ月壊してたのかな。なんで月壊そうとしてたんだろう、よくわからないな、ルシファーコーポレーションの皆さんの考えは。飛び降りても平気だよな。で、こっち側は特に何もなしですね。ジャンプ、うわ、う、あ、うん、大丈夫、自分の声だけだった、盛り上がってたのはいや、まあこの外はね全然いけますから。ていうかちょっと待ってね、全くね、あの掃除の具合という意味では全く何も進んでないからな。ちょっと観光してるだけ、さっきから。で、そうだな、今一瞬消えてたけど大丈夫か、これ出してもらおう。はい、ありがとう。これね、どうせ何個もいる、どうせっていうと言葉悪いけど、ここで仕事するんだったら、ここで片付けするんだったら絶対にこれがいくつもいるんだよな。よっ、あと2つ、まあいいか、まあとりあえず1つ持っていこう。で、これを持っていって、さっきのねデスレイのところまで持っていってみましょう。よし、持ってきました。どうしようかな、一応固めてみようかな、なんとなくある程度もし発動したらラッキーっていうか、よしよしみたいな感じになるために、とりあえずちょっとまとめてみよう。まあ、あんまりね、死体自体はばらけてないから、それだけが
救いですね。まあ、結構ね、前やったステージとかはなんとなくですけど、そうそう、こんなんがね、いっぱいびちゃびちゃなってたような記憶がありますけど、今回はあまり死体自体が、まあ、原型をとどめてる感じですね。あ、まあエイリアに襲われたわけじゃないからな、この人たち。そのなんか襲撃、なんか舞台に突っ込まれて死んだ人たちばっかりだから、やっぱ銃撃戦が多くてそんなに死体がバラバラにならなかったんだな。他のところはね、エイリアンとかにやられてますから、だから結構バラバラだったりしたのかな。頼む、発動してくれ。あ、来た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 、よかった、ありがとう。もうちょっと行っとく、もうちょっと行っていこうか、もうちょっと行っていこう、はい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 、あ、あ、しかもあまり片付いてない。あれ、今の巻き込まれた？いや、ちょっと疑惑の判定ですね。しかもさ、木箱あんまり巻き込んでなかったっていうか、木箱もしかして判定なし？その可能性、ややあり。あとそうだ、バケツこれ持っていかなきゃいけないんだよな。なぜかっていうと、前回ちゃんとね、作ったバケツこぼしちゃったんだよな。エレベーター乗ってる時に持ってみようとか、わけわかんないことしたせいで。だから1セット作って、お、ナイス、パーフェクト、何の障害もなかったな。よし、でこれ持ってあげて、何にも変わったことしてなかったけどな。ちくしょう、よっ、どうしよう、3つにしよっかな、もういいや3つで。いや、でも3つじゃ絶対足らないよな、あれ。まあいいか、ちょっと3つでいこう。あー、でもどうせそうなんですよ、でもどうせなんですよね、でもどうせやるからっていう気持ちが今ちょっと、繊細だな。なんかアップデートでも入ったかな、よりバケツが繊細になりましたみたいな感じの。よ、そんなことはないんですけど。よし、キャッチ。おー、危ない、今のもちょっと危ないことしてた。はいはい、オッケー。じゃあちょっと4つでいきましょう。まあ4つでもちょっと足りるかちょっと怪しいですよね。地上結構手こずりそうで、あとこれゴミ箱もね持ってっとかないと。なんか中身出てますけど、よいしょ。そう、ゴミ箱も結構必要になりそうだから、こっちに出しておきますね。オッケー。結構エレベーターに積んでたね、ストックが、掃除用具が、ちょっと、なんかちょっとさっきから不安定な感じが。あー、いけたいけた、これもう安定しましたね、大丈夫です。これを、いや、ちょっと待って、やばい、なんか浮いてる、離すか一回。よし、察知、危機を敏感に察知。あ、危ない。よし、2 なんでバケツ運ぶだけでこんなに大変な思いを。まあ4つ同時にね運ぶもんじゃないですからね、水の入ったバケツって。そこなんですけど、まあちょっとそれぐらいの横着は許してほしいというか、結局ここに持ってこられたのは2個だけ。まあいいでしょう。よし、で、そうだ、ビーコンでやったけど、あんまり木箱って巻き込んでくれないの？樽とかはいけるけどってこと？そうだとしたらちょっとだけ大変だな。よいしょ、ここにまとめるか。一応ちょっともう一回だけ木箱も置いといてみよう。よし、重ねて、で、バレルは絶対にいけるはず。これ前ねやったけどなくなってましたもんね、綺麗に。うわ、これちょっと外に持っていくのだけでもかなり手間かもしれない。いくらビーコンでね一気にやれると言っても、あとまあゴミ箱も、ああ、これとかもそうか、ゴミ箱、よし、ゴミ箱持ってきて、この辺りもこまごましたやつ片付けないとな。
まあ、入れるだけなんですけど、よっ。ただ今それどころじゃないですね。木箱が多分ビーコンで消せない疑惑が濃厚に香ってますよっ。これちょっと拭いといてあげようか。よし、オッケー。あれ、なんか今めっちゃ綺麗に、めっちゃ美しく綺麗にできたな。なんか芸術的なスキルを見せた気がする今。よっ。あ、もうちょっとこっち。はい、オッケー。まあ、重ねる分には大丈夫そうだから一定のね範囲があってって感じですよね。よし、こっちの死体はクリアです。で、一応木箱をもう一個だけ持っていっておいて、やばい、これめっちゃ大変かも。デスレイバンカーで、ビーコン持ってきて、移動距離が長い。設備がな、よっ。あれ、ちょっと待って。よしよし、ナイス。ちょっとこの辺に置いといてね。木箱とかもちょっと重ねてみよう。よし、これでちょっと離れて見てみるかな。よし、行け。そのレーザーはどっから出てきてるのか全然わかんないけど、一応巻き込んでる風ではありますよね。あれ、あれ、こんなにすす出た。あ、違う、樽だ。そこは綺麗に勝たしてくれよ。そうか、こんなにすす出たじゃん。うわー、これやばい。あ、やばいな。ちょっと悲しい気持ちになってきた。しかもこれ結局何、箱壊れてなくない？箱周りに飛び散っただけで。よっ。うわ、これバケツ4つじゃ絶対足らない。 100% 足らないわ。今までの経験からして全く足りません。そして木箱は壊れないみたいです。ビーコンでね。どうした、何、やばい、誰か住んでる、僕以外に。向こう側で何何、もうわけわかんないな。怪奇現象でしょ今の。ポルターガイストに近い、ポルターガイストなのかわかんないけど、ちょっと何今の。うわ、これ樽爆発させちゃいけないのか。あ、これですよね、このもう爆発する系の樽はビーコンでも処理できずということになりそうです。うわ、もう染まっちゃった。やば、ここ相当時間かかるぞ。ていうかこの後始末だけでめっちゃ時間かかる。やだよもうこれ。よっ、よいしょ。うーわ、これやっぱやっちまったな。えっぐ、もうこれだけでバケツが1個ダメになる。この色の濃いところだけやってももうこれすすがもうこれ。やらかしたな、やっちまったなこれは。これいよいよな、あれだな、木箱無視のパターンあるな。かあの枠内にまあ戻すっていうねことにしてみてもいいかもしれない、ちょっとぐらいは。そうですね。ま、一応、室内は、綺麗になってますよね。そうだそうだ。デスレイバンカーの中自体、そう、デスレイバンカーの中から片付けていこう。そうしよう。もう外のことはちょっと一旦忘れた方がいいな、これ。外のことを見るとちょっと憂鬱になるから、これ、なかったことじゃないけど。とりあえず、ちょっと一旦忘れよう。で、そうだね。ちょっと中だね、中を片付けたいから、何が必要かっていうと、ゴミ箱と、まあ、なんかの容器ですね、
まあ、ゴミ箱が一番いいんでしょうけど、ゴミ箱、あと、まあ、ビーコンも。ん？あ、これもうちょっと出しといてもらえる？